初ホップ曲げだにゃ。おかげでちょっと好きじゃなくなったにゃ。これ絶対格闘でしょ。見るからに格闘っぽいもん。当たりたくない。ああ、あのすごい凶悪なジャムおじさんみたいな顔してるにゃ。これ倒せよかにゃ。なるべく格闘はねえちゃん倒あの戦いたくないんだにゃ。お、あこれいけるかもしれないにゃ。あ、やったにゃ、倒れたにゃ。にゃは自分が思ってるよりずっと強いのかもしれないにゃ。またさっきと同じやつがいるにゃ。さっきみたいに戦えば多分にゃ勝てるにゃ。もうあれだにゃ、相手が格闘だからってこっちが気使わずにガンガン行けば良さそうだにゃ。このやっぱやりつくがすごいいいから、あにゃ、えダメだ。あ、雪が降ってる町にゃ。にゃ、多分次の相手は氷タイプだにゃ。氷？雪？氷か。氷タイプだと思うにゃ。にゃ、あ、ホップじゃないか。もう戦ったかにゃ。あ、負けたのかホップ。お前が勝てないならにゃも多分勝てないかもしれないにゃ。え、てかちょっと待って、なんて言った？岩タイプ？岩？絶対氷かと思ったにゃ。さあ、行くにゃ。にゃ、ちょっと意地悪系な無理だよ、人だにゃ。にゃ、うん、そうそうだにゃ。にゃ、猫山氏がないから最初ちょっと迷うにゃ。どうしようかにゃ。行くかにゃ。お、なんだなんだ、殻を破るにゃにゃ。え、にゃ、なんか最初すごい下がったけど結局めちゃめちゃ上がった感じになったにゃ。よし、結構穴を掘る効いたにゃ。穴を掘るはこの岩タイプにいいのかもしれないにゃ。えっ、意外と、え、やば、格闘？あ、いや岩だよね。なわ、こいつ、どうしてるのかにゃ。めちゃめちゃ不安になってるにゃ。え、殻を破る、変わりたら、勝てないにゃ。どうしようかな、こいつどうしようかな。攻撃力下げっていうのいいにゃ。これで一発でやられるってのは回避できそうしたにゃ。あぶん、どこなんだ、2回にゃが当たればいいのか。にゃ、にゃも殻を破るやってみたいにゃ。みんな使える技なのかにゃ。次は穴を掘るで攻撃するにゃ。にゃ、耐えてくれ。あー、結構耐えられ、防御まで下がっちゃうんだにゃ。ってことは次当たったら結構まずいんじゃないかにゃ。あ、どっちにしろ残り36の HP だから次回復しないとだにゃ。いや、お互いあと一発当たったら終わりっぽいにゃ。次回復するにゃ。次向こうの攻撃で結構やばくなっても、いや、あ、よかった、当たんなかったにゃ。じゃあこれで、これで
ちょっと、そういうのね、弱いよね。ずっと旅してると仲良くなって、なんかそういうことしてくれるのかな。なんかちょっとそういうのってね、胸が熱くなっちゃうにゃ。あー、じゃ倒せたし。これも岩タイプにゃ。カメじゃん。水じゃないのかにゃ。水でしか思えないにゃ。あんまり強そうじゃないにゃ。さっきのやつの方が全然強そうだにゃ。あ、これで弱っ。全然効かないにゃ。あ、でも低速さ下がっちゃうんだにゃ。でもこれ全然大丈夫そうだにゃ。にゃ、岩だったら多分効くんじゃないかにゃ。なおほるはにゃ。え、思ったより全然効かないにゃ。あ、やばい、ちょっと素早さもう2回下がっちゃったにゃ。誰っての方が効くのかな。いや、あんま変わらないにゃ。いやいやいや、ちょっとこればっかされちゃうにゃ。素早さめちゃめちゃ下げられるけど、あんまり向こうの攻撃力が強くないにゃ。いや、これ終わったらプラスパワーとかで力上げようかにゃ。せめてなんかめちゃくちゃこの攻撃ばっかされて、でもこんなに素早さ下がってるのに、あのいつもニャーの方が出すの早いから、ちょっとだけ素早さ下げられてる感じなのかにゃ。まだニャーが戦闘でいけるってことは、そんな感じなのかにゃ。多分素早さゲージみたいなのがあって、そのゲージがキャパオーバーとかになると、ニャーの方が素早さ遅くなっちゃうとかなのかにゃ。ちょっと説明がね、絶望的に下手だから伝えられるのが難しいしな。よし、あと倒したにゃ。今さら急所に当たったにゃ。いや、ちょっと今のやつはわけわかんなかったにゃ。それでやっと2機倒せたんだにゃ。でもいい感じかにゃ。いや、これは明らか岩タイプって感じがするにゃ。まあ地面タイプって言われたら地面タイプにも見えるんだけどにゃ。多分雷だって言われても雷に見えるにゃ。にゃ、よし、でにゃ。あー強いし、なに麻痺って。え、麻痺ってなんだにゃ。なんか初めてなったかもしれないにゃ。そんなんと違うにゃ。いや、でも強いにゃ。虫かかりって、あれ誰かにもされたにゃ。サビゴンにされたんだにゃ。いや、さっきの虫かかりよりも強くなってる気がするにゃ。え、これ回復してはやられ、回復してはやられ的な感じになっちゃうにゃ。虫かかりされすぎるとどんどん強くなっていくのかにゃ。あ、ちょ、さっき10だったけど今度17だにゃ。なんかムラがありそうだにゃ。先生、ちょっともう回復ばっかしてらんないから。あ、向こうが早かったにゃ。やられちゃったにゃ。前回のポプラさんが割とすぐ勝てたから、ちょっとこういう感じやの久々だにゃ。